今日もさ、今度は関東で、地震があって、昨日は、九州やったかな。で、地震が起きてる場所っていうのはね、僕は見てる限り、24年かな。24年に入ってから、地震が起きた場所って言ったら、能登半島で起きて、で、その後やな、結構あるなぁと思ってたんが、特に九州やな、九州と四国の間ぐらいのところ、九州と四国の間結構地震あるなぁって思ってて、昨日ドカーンってあって、で、今度は、今日かな、関東で今度は地震があった。で、僕らも他人事じゃないのよな。阪神大震災があって、あの時は、神戸の方で淡路島近辺やな、で揺れて、で、大阪でもね、北側に住んでる僕らもあれ、5分ぐらい揺れたのかな、鉄筋やってんけど、5分ぐらい揺れてて、で、ここ、7年、8年ぐらい前も大阪で地震があった。で、あの時もやん。たまたま僕は買い物に出かけとってんけど、店で揺れてて、帰ったら、すごいよ。着物とかが入ってる和ダンスやな。上下で2つになってる和ダンスの上が飛んでいって。んで、元に戻そうが大変やみたいなぐらいの力で揺れてよ。んで、隠れ家やな、飾ってるコレクションみたいなやつもみんな軒並み下に落ちて壊れて粉々になってるようなものがたくさんあってよ。地震ってなーって思って、で、まあ、こっからやねんけどね、まあ、地震が起きて、何ができんのか。例えば、テレビ、とか、よく分かれへん人たちが、南海トラフ、やな、南海トラフの大地震は、必ず起きんねやって、ね、南海トラフ、いつか起きんねんって言うねんけど、実際いつ起きんのんとかね、地震怖いやんって、実際リアルにね、地震怖いやんって言って、例えば家を買わない人、そうやんな、家買ってせっかく家建てたのにやで、家建てたのに、地震で壊れても、地震で家がね全壊しても、地震保険やったら半分しか治れへんねん。だから家が潰れても半分しか治れへんねんみたいなね、地震保険に入っても仕方がないし、でかといってね、例えば山の方に住んだらでね、山の方に住んだら、ね、昨日やったかな、鹿児島の方で山が崖崩れで、みたいなことが起きたりすると、もう安全地帯ってないのよな、どこにも。で、その地震が多いなって言ってるところに、また、雨、大雨が来てね、線状降水帯って言っちゃ、できたら、去年の、8月の15日やったと思うわ。僕も田舎の家が水浸しになって、数百万ぐらいの損害が出たけど、未だに3分の1ぐらいはまだ治ってない状態で、もう家に住むことも諦めなあかんやんみたいなね。ただね、災害に強いのはね、実は田舎じゃなくてやっぱ都会なんよな。例えば地震、台風、大雨でもそうやねんけど、都会のすごい都会に住んでたら大丈夫なのよ。
それと、新しくできたマンションとかね、鉄筋の新しい、免震って言われるやつとか、耐震って言われる加工されたマンションってどんだけ高くても潰れたりはしないらしいのね。けどさみたいな、停電があったりとかね、いろんなことがあったらどうすんねやろってなるのよな。んで東京なんかの方では大雨で、東京ですら冠水するような状態ではね、もう日本に住んでる時点でや、日本に住んでる時点で何かね、今日もなんか言ってたけど、何かって言ったら地震に対する備えをしてくれって言うねん。地震の備えって何をどうすんねんってね、いつも思うねん、あれね。例えば家の中でね、地震が来た、いざという時のために危ないものは持って逃げましょうって言っても、持って出れる量が限られるやん、まずは。で、まあ例えばね、現金とか貴金属とか、とりあえずとかって言いたいけど、すべてが壊れるかもしれんし、大丈夫かもしれん。で、結果として、やっぱり リスクをね、分散するっていうことをやっぱり考えなあかん時期が来てんのかなって思うのよな。で、僕はまあ今田舎の方にいてることが多くて、で大阪にも家がある、家があるマンションもある。で、大事なものはね、実はトランクルームにしまってあんねん。なんでって言ったら、トランクルームは保険に入ってるからな。場所にもよんねんけど、だいたい500万から1000万ぐらいの保険がかかってんのよ、トランクルームは。だから置いてあるものが壊れても、自家額やなで、治ってくるからね。で、それ以外のものは家とかに分散していろんなところに置いてあんねんけど、実際去年かな、水害で、被害額がだいたい5、600万ぐらいと思うんやけど、5、600万ぐらいのものがなくなって、なくなったというか、まあ汚れたって言い方が当たってるのかな、汚れて。で、結果僕の持ってる一応資産になるのかな、資産がどれぐらい減ったんってたまに聞かれんねやがあれな、どれぐらい資産が減ったんって言われたら、おそらくね 5% ぐらいなんだよな、いろんなとこに分けて置いてるから。で、結局去年の8月から今年も8月入ったんやけど、1年の間で、まあその減った資産の分は、実は減った資産の分は以上になって実は増えてるんですよ。結局ね、その気があったらやっぱり、元に戻した上にさらに上乗せができる。で、今やね、結局大きな地震が来るって言っても、今住んでる家やな、それぞれの人が住んでる家、地震が来た、もしくは地震が来るかもしれへんからって言って地震が来ないとこってないのよな、日本にないのよ。ということは、結局大事なものは
やっぱりちゃんとしたところに置いといて、で常にや自分の足元をずっと見ていってしないといけないのかなって思うのよ。で、特にね、これはねシビアなところなんですけどね、これからの日本はね、家を買うという概念がちょっとこれから厳しいんじゃないかなと思うのよな。まあ不動産屋さんには申し訳ない言い方やねんけど、家を買うということができない、もしくはしない方がいい時代がおそらく来る。なんでか、例えば働いてるね、私は今働いてますと、で結婚しました、で結婚して、嫁さんができた、で子供がね、子供が生まれて、子供と嫁さんと、まあペットもおってもいいけど楽しく暮らすねんっていうためにローンで家を買う、この発想がもう多分もう今の日本では無理やと思うんですよ。先に言うといてあげるけど、これ結構ね相談を受けること多い話題なんですけどね。あのね、結婚するとこまでええやん、結婚するとこまでいいねんけど、あの家を買うんやったら僕は多分ねローンは組まない。お金が貯まってから、貯まったお金で家を買う方が多分いいと思うんですよ。これはもう僕はもうね、周りにも家を買ってる人間がおるから特に思うんやけど、例えば子供がいてるから、ね、ちっちゃい子供がおるから、まあ自分の家一国一城の主になりたいっていう人がいてんねんけど、僕はね多分、やめた方がいいよって止める方なんですよ。なんでって言ったら、いくらいい家を買っても、いくらいい家を買ってもね、子供がいくらいい家を買っても、子供がねその家でくつろげるって言っても、おそらくね15年ぐらいやと思うね。多分ローンは30年ぐらいで組み張る人多いやんか。何歳からローン組むか知らんけど、30年40年ローン組む人いてんねんけど、家族とその家で楽しんで暮らせる時間って多分ね頑張って15年ぐらいやと思うね。僕が見てる限りやで。で結局子供が高校生ぐらいになったら、まあまずは小学生ぐらいやな、まずは小学生高学年ぐらいで子供は親と遊びに行くことを嫌がるんだな。これは僕らもそうやったから、僕らもそうやったし、うちの子供もそうやったから、小学校高学年ぐらいになったらお父さんお母さんと遊びに行くよりも友達とどっか遊びに行く方がええねんって。でそうなったらね、どんだけいい家に住んでても、結局どんだけいい家に住んでもね、子供が喜べへんわけやねんな。でその時点ってもうすでに、その時点で家をね自分で買わなあかんっていう理由がそこになくなると思うね。ほんで子供が中学生ぐらいとかなると、どっかで、学校で部活とか習い事とか学習塾かなんかを生かしてやん。ほんでさらに家族が全員でいなくなるね、いなくなるのに、一緒にいなくなる時間が増えんのに、自分の家にこだわり続けなあかんねん。なんでって言ったらローンがあるから。ほんで今度子供が高校生もしくは大学生なんかになったりすると、もっと家にいなくなんねん。高校大学になったら、下手したら高校から
まあそれか大学やな、大学ぐらいになったら全然親と違うところで大学に行きたいって言ったらもう家にいないのよな。で家にいない子供はそのまま学校出た後、さらに家から遠くなるところで仕事をしようとして、結局家のローンは40年やん家のローンは40年やのに、家のローンは40年あんのに、結局買ってハッピーっていうのかな、全員がハッピーなんて多分ね5年から10年あったらいい方やと思うねん。10年ぐらいで、10年過ぎたら子供が家にいなくなるのに、あと30年ローン残して、でお父さん一生懸命働かなあかんみたいな、お母さんもさよな、ローン組んでたら遅れたら家取り上げられるわけやから、で高校とか大学になると余計にお金がいって、ローンどころじゃないやんっていう話でさらに厳しくなって、んで子供が働き出したぐらいやな、子供が働き出して、いよいよ子供が働き出したぐらいにお父さんかお母さんが定年とかね、ある程度の年で例えば会社からもういりませんよ言われてリストラにあったりとかね、家のローンを払ってる間も違う仕事に変わらなあかん人が出てきたりした時にって言ったら、家のローン自体が言うたら悪いですけど、不安材料にしかなれへんのよな。楽しみやったはずの家が、ほんでこのままローンが払い切った家ね、ローン払い切った家って、多分ローン40年もしくは30年家のローン組んでるとしたら、おそらくね、10年過ぎたぐらいから、要は家の保証がなくなったぐらいから、例えば電化製品が壊れましたとかね、水道が詰まったとか、いろんなイレギュラーな事故やな、屋根から雨漏りしますとか、今あんまないらしいけど結構あんねんって言うねんな、雨漏りしだしたとかなんとかで結局さらに追加でお金がいんねん。で結果どんどんお金が厳しくなって、んで家のローンは待ってくれへんから、まあ賢い人やったら組み替え、さらに長く払うことによって組み替えしてみたりやとかね、サブリースやん、もう権利離して賃貸で住むみたいなとかっていう決断がね、家はなかなかできひんのよ、持ち家は。結局それまで払ってきたお金があるから、まあローンの場合は30年40年ローン組んでもどうせ15年ぐらいなから20年は金利から払わなあかんから元本減れへんからね、って考えたら、もう僕はね、夢のマイホームっていうのは今の日本にないと思うのよな、ないと思うねん。だから不動産屋さんには悪いけど、家を買うとかっていう時は相当慎重に考えた方がいい。芸能人でね、前にもちらっと触れたことあると思うんやけども、極端にその持ち家を嫌がった人がいてんねんな。自分の持ってる家やっていうのを嫌がった人がおんねん。ある程度それ当たってるんじゃないのかなって最近思うのよな。ほんで地震とか、特にね地震で、あと台風で大雨、あらゆる可能性がある中で、結局家が例えば水浸しになった、地震でね家にひびが入った、んだら
家のローンが少なくなるわけじゃないやん。こう極端なことやけど。うん、僕もね、なんやろ、家のローンは組んだことないけど、見してもらったことはあんねん。あのね、家のローンで、団体生命やな。要は、その、家のローンを払う人が、亡くなったり病気になったりした時の保証っていうのは、まあ保険に入らされんねんけど、あれもなーって、お父さんがローン組んで、お父さんが亡くなったら、とか、お父さんが働けへんようになったら、すごい病気でね、だから家のローンが免除されんねんって言うけど、その後に、ハッピーな家族が見えないのよな。だから僕はね、以前にも言ったことあると思うんだけど、家をどうしても自分の家が欲しかったら、やっぱり結婚する前、もしくはした直後ぐらいに、できる限りお金を貯めて、いろんな仕事を掛け持ちしてでもや。今は仕事掛け持ちしてね、朝から晩まで働くんやっていう世界じゃないらしいんやけど、ここは、まあ、振りかぶって、ちょっと考えた方がええでって思う時があんのよな。今日は特に思ったわ。昨日は、九州近辺ですごい地震があって、関西圏ぐらいまで地震が来てんねんけど、今日は関東の方で今度地震があって、あんなね、建ってる家がどんだけ高級な家でも、震度5とか、震度6ぐらいの地震が、何回か来たらやっぱり家は潰れるよ。もう今ローン組んでる人は仕方がないけどな。これからの人はね、やっぱ相当考えた方がいいと思うよ。僕だからね、僕が大阪にある持ち家やな。おかしな話だけど、田舎にいてることが多くなってから、田舎にやな、いてることが多くなってから、なんでか大阪の家を買ってもてんねやんか。マンションもさえねんけど。で、一箇所はね、やっぱ大阪市内やねん。交通の便がいいところでね、バスも電車もあって、公共のインフラが整ってるところを、買ったんや。で、マンションもそうやねん。マンションも、大阪市でも、ちょっと高いところにあるっていうの。ね、大雨が怖くって、大雨できたら怖いやん。水浸しになったら困るから家。だからね、大阪でもね、坂の上の方にあって、一階じゃないね。一階怖いやん。僕ね、一戸建ての家も地震があった時一階怖いって言われるけど、マンションとかでも一階怖いで。正直。やっぱりね、マンションは二階か三階？二階か三階っていうの根拠があって、一階は怖いやん。大雨が来たら水が入ってくるかもしれんし、一階は、泥棒来るときって一階やったら、ガーンって壁乗り越えたら来られたら怖いやん。だから、二階。頑張って三階ぐらいまでかな。なんでって言ったら、大きな地震が起きたら、大きな地震が来たら、間違いなくね、一階は潰れる可能性があんねんな。一階。一回潰れる可能性があるし、大きな地震が来たら停電になるやん。停電になった時に、二階か三階やったら、二階三階やったら階段で逃げれんねんけど、やっぱね、上の階になるほど、停電の時は怖いのよな。大丈夫や言うてるマンションはあるけど、実際ほんまにとんでもないことが起きた時って、約束できひんもんなって。ほんで、2階。あとは、5階。
もあんねんけど、5階なんかの場合やったら階段が4箇所ぐらいあるとこや。しかも自家発電っていうのかな、あの地震とかで1回止まるんやけど、地震が来たら近くの階で止まんねんけど、その後自家発電でエレベーターだけは損傷してなかったら動けるっていう自己判断プログラムがついてるところやったら5回もあんねん5回もあんねん実は、うん、それはもうだからそういうのを見てそう思わなっていうことでね、ちょっとやっぱり持ち家の人はね無責任なね、あの僕ねマスコミっていうのは基本的に無責任やと思うねん。テレビとか新聞とかラジオとかのマスコミはね無責任やから、あれが怖いこれが怖いとかって煽るだけ煽るやんか。地震のためになんか備えとかなあかんとかどうしたらええねんとか言うてるけど、そら僕やったら今地震が来たらどうすんねんって言われたら、今やったらそうやな、もう現金もしくは現金に変わるもんやなとかはもう一箇所にも集めててもう今はね、何かあった時逃げなあかんから。で今やったら大きな地震が来ました、ガーン揺れました、うわうわやばいやばいやばいって家が揺れてやばいやばいってなったら、おそらくね、キャンピングカーか、キャンピングカーか、一番高い車に乗って逃げるやろうな。一番先に逃げる。で、大阪にいてる時に地震が来たら、大阪で地震が起きたらね、多分いてるところは大丈夫やと思うわ。よっぽどご飯食べに行ってるとか買い物行ってる時やったらどうしようもないけど、家やな、僕が持ってる家は多分大丈夫やと思うねんで、うん、実際一箇所やな、今一箇所はね、実はあの避難してきた人がそのまま貸してくれって言うから貸してるとこがあんねん貸してるとこがあんねん、うん、最低限の家賃だけは払ってもらってんねんけど、避難してきた人がそのまま住んでるとこあるからな、いつの間にか貸してしまってるとこがあんねんけど、うん、やっぱり、安全とね、まあ人にもよるんやろうけど、まあ家とかマンション買うときはね、まあこれは極論やで、家とかマンション買うんやったら若い人でね、銀行がお金貸してくれへんとか、もうそうやねんけど、やっぱり今からやったら家とかマンション買うっていうんやったら、お父さんかお母さんやな、奥さんのお父さんでもお母さんでもええやん、お金に余裕がある人からお金借りて、でその人に返すっていう作戦にしてやん、余裕のある人にな、お金借りて、でまあ家とかマンション買ってその人にお金返すっていう作戦の方が僕はいいと思うねんな。昔はそういうの嫌やなと思った時あんねやんか、人のふんどしで相撲取ってるみたいで嫌やなと思ったけど、今のこのね不安定な世の中になってきたら、やっぱりある人に助けてもらうっていうのはあると思うで誰っていうことって言われへんけど、助けてもらうのはあるかな。僕はだからあの昨日今日やな、能登半島の人にも実はあるところを経由して声はかけてんねんけど、能登半島で家を建て直して住みたいねんっていう人がいてんやったら、能登半島で、まあ今回やったら九州の方でも地震あったからやけど、本当にやで、あの話をゆっくりさせてもらって納得するんやったら、
能登半島で家を建て替える費用やな、潰して建て直すとこまではね、極論僕は出してもいいと思ってんねん。場所にもよるしな、どんな家かにもよるけど、で新しく家を建てて、でそのお金僕は出す代わりに、まあその人住んでる人が亡くなりはったらな、亡くなりはったら、まあその権利だけ、まあ返してくれたらそれでいいと思ってんねん。そういうのはあると思うねん。だから能登半島もそうやし、東北の人で家やな、困ってる人もそうやねん。九州で地震あった時はあの人もそうやねん。で関東で地震があった時でもそうやねん。家どうしても直さなあかんねんとか、建て直すねんとか、なんとかっていう時はお金ある人に声かけてみたらどうやろうと思うねんな。僕ね、多分このやり方の方がもしかしたらお金持ちの人にしてみたらそれの方が安心できる投資やと思うねんな。こういうのをね、僕マッチングするのはね、仕事になると思うねん。例えばいろんなところで災害に遭った人がね、建物とか住むとこに困ってますねんっていう人がおったら、それを誰かね、ある人と話して、でうまくいったらお互いがやんか、どっかで着地するとこを見つけて、である人からお金出してもらって、でその人じゃそこに住むねんっていうことはあると思うわ。うん、ちょっとね、地震が多発してんのと、また台風が来るとか、またね明日でも地震来るんちゃうかとかってわけわからへん噂が流れてるからやけど、ちょっと先のことは考えた方がええんじゃないって思うのよ。うん、僕でもだから身内やな、近い、僕に近いところにいてる人の中やったら一人ないしは二人ぐらいはね、やっぱり家のローンは厳しいんじゃないのって言って建て替えてあげたとこあるからな、繰り上げ返済してな、家のローン繰り上げ返済して、でその返済した分を僕らに返してくれたらいい言うて、遅れんのは嫌やでって言って、遅れんのは嫌やけど、そうした方がいいなと思って。身内やな、近いところではした人おるからな。で実際他の人紹介したこともあんねんて、すっごいお金持ちの人おったら、そうやって一回大きなお金出してもその後ずっと戻ってくんやったらその方がええっていう人おるからな、いろいろと。っていうところで、まあ地震はね、地震はいつどこでどんな風に起きるか分かれんから、災害はその時にね、自分が持ってるもの、車とかもそうやし、オートバイなんかもそうやん、資産になるもんね、どうやってどうしたらそういうことが起きるのかっていうのはちょっとやっぱ考えてみるべきじゃないかなと思うけどな、っていう、そんなとこですか？ちょっと深夜便やけど。